はい、コズの方、シャミペアへようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきます。もうすでにね、目の前にあります。はい、メガトリショップ。はい、そちらから、はい、GEM シリーズ、ブリーチから、グリム状ジャガージャックです。はい、こちらの商品をね、まあね、受注してた時に、私ね、本当欲しくて、まあかといってね、でもその時お金なかったんだよね。だから、スルーしちゃって、で今回中古で、買いました。はい、ということでね、はい、こちらをもうすでに開封済みのやつなんですが、見ていきたいと思います。はいはい、段ボールからね出しました。はい、こちらが本体の箱になります。はい、はい、で背面で側面、はい、といった感じですね。外観はピエロの半径シールはここに貼ってありますね。はい、では早速ね、中開けて、もう組み立ててね、お見せしたいと思います。はい、一応ね箱から出しました。ブリスターからも出して、まあ一つ一つねパーツを見ていきたいと思います。まず台座ですね。こちらかっこいいな。台座がもう台座がかっこいい。グリム状ジャガージャック、ここは金属かな。硬い素材ですねこれはね。でここに意味深な獣の足跡が、いいですね。台座がもうかっこいい。これね、で肝心の本体、はい、こちら、いや超絶かっこいいな、これ超絶かっこいいな。グリム状、いやかっけー。GEM シリーズはね、出来がいいね。この胸のね、イチゴにつけられた傷、こちらもちゃんと再現されてますね。で、この穴開いてますね。はい、で、背中にはね、エスパーダのナンバー6、6番、はい、こちらが刻まれてますね。ちゃんと再現されている。このショートジャケット風のね、この衣装もかっこいいよな。でこのリーゼント頭ね、超イケメン。まあね、あのフィギュア自体はねめちゃくちゃね軽いんですよね。まあ本当なんだろう、思ってたより全然軽い。GM って全部そうだったっけ？軽いか。でこれね、
あ、男だからいいけどね。あ、あの普通に黒パンツですわ、黒のボクサーパンツみたいなの履いてるね。でさや、はい、いやこれはかっけえ。で、次は三白刀ですね。はい、三白刀の名前はパンテラ。はい、こちら、これもよく再現されてますね。この特徴的な唾もね、ちゃんと再現されてる。刀自体の反りはないですね。直刀。はい、ではね、これすべてをね、組み立てて、もう一度ね見ていきましょう。はい、組み立て終わりました。いやーもうめちゃくちゃかっこいいな、このポージングといいね、もうこの構図がもうすべてかっこいい。いやいいね、これ出来いいな。詳細見てなかったけど、ちゃんとねこういう副頭顔のシャドウもねすごいしっかり吹かれてるんですよね、そこら辺はやっぱさすが市販品っていう感じでね、まあ、髪の毛もねちゃんとグラデーションになってますね、はい、根元が薄くてこう毛先の方に向かって濃くなって、前髪の方がねもうほとんど薄い水色になってますけどね。で結構ねちゃんとね毛先が尖ってるんでね、すごいいいですよ、いや特徴捉えてるね、ほんとね。はい、ということでね、今回はね久しぶりの GM シリーズメガハウスさんのね、はい、そちらの、ブリーチ初ですね、初の、ブリーチ、こちらのねグリムジョージャガージャック、これ何がね、いやこのキャラの好きなところはね、あもちろん見た目なんですよ、見た目かっこいいし、このちょっとねもう不良っぽい感じ、これもすっごいかっこいいしね。であと名前ね、グリムジョージャガーチャックっていうね、すげえかっこいい名前がついてるすっごいかっこいいよな。はい、まあそういうのもあってね、本当はね発売日に購入する予定だったんですけどね、まあ遅れちゃいましたけどね、まあ、なんとか、中古でも購入して紹介できてね、よかったと思います。ではね、恒例のね回転台座にてねお別れしたいと思います。フィギュアはね随時、手に入り次第ご紹介していきますので、この機会にチャンネル登録またね見ていただけましたらぜひ高評価、よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。
鉛のような光放つ繋いだ鎖解き放てば愚かな僕の積み重なる帰らぬ時間よ玉浦の幻見せて叶うことのない想い引き裂かれて月と狼の違いよ果たされぬ思いだけたどるなら仮想に巡る季節の果てに確かなものなんてないのに「新気楼のよ記憶のかけら」